おはようございます。昨日サボったんで頑張ります。しゃ、体重測定。痩せている。おはようございます。さっき動画編集終わったんで、今から、昨日もなかったペンキを探しに行きます。昨日もコロナがやばいんで、皆さん気をつけてください。ちゃんとマスクします。お店のところは。はい、では今日も一日頑張ろう。はい、ありませんでした。また別店舗行きます。では。内藤や。はい、なかった。もうダメだ。うるさいだ。次。もうちっちゃいの買うしかない。もうダメ。心が痛い。もう心が痛い。ああ、頑張ります。逆光やば。ペンキ塗って掃除します。はい、掃除してまたペンキ探しに行きます。では昼から手伝いに来てくれる人いるらしいんで頑張れます。グッバイホームジム。はい、買ってきました。錆止めとかね、錆落としとか、ちょっとバーベルの錆も落とさないといけないんで、あとペンキちょっとだけあったんで、黒って意外とないみたいですね。多分来週ぐらいには在庫補充されるかと。今日で内装工事全部終わらせるように頑張ります。はい、手伝いに来てくれてます。昼ご飯です。
はい、柱塗ってもらいました。ほら、でもうほとんどペンキ塗り終わったんで、あとは芝生引いて終わりです。頑張れ。頑張りました、ありがとうございます。はい、これ YouTube 載せます。はい、内装いい感じです。また買い出しに、なんか布カーテン的な感じで使おうと思うんで、夕飯弁当を2階に置きて食べてます。バイバイ。スケットのもぞむさんです。もぞむだよ、やっほー。手伝ってもらいます。お願いします。お願いします。じゃあ、地面案内します。闇初めてですね。闇へ。え、ここっすここっすここっすなんか、怪しいところ僕、スプレーで行かれます。大丈夫ですか。幽霊、幽霊出ます。怖い人います。大丈夫。大丈夫。じゃあ、みんな出演してますよ。ああ、どうぞ。もぞむさんです。イエーイ。くっそ。よろしくお願いします。頑張ります。登っていいんですか。壊れない程度に。大丈夫と思います。大丈夫かな。縁に乗れば。あ、中心じゃなくて多分ですけど。怖っ。いっちゃいましょう。うわー、いきます。端っこにくっつけた方がいいですか。そっか。そうっすね。そうっすよ、ラテリーも。え、あとはそれ逆じゃないですか。あれ違うか。合ってる。あ、合ってる。合ってますね。合ってるっすよね。電気が電気なの。透けそうっすね。なんかそうっすね。一回とりあえずアイアンスこの辺から。あ、透けてる気が。透けてる気しません。あ、透けてる気がする。いけ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 。まあまあまあ、どうすか。透けてるな。一回貼ってみましょう。あ、貼れ、貼れ、オッケー。貼って、うんうん、透けてるな、ちょっと。今日斜めってるし。どうしますこれ。どうしましょうか。結構粘着ありますね。粘着あるっす。なるほど、なるほど。どうしましょうか。はい、一旦戻りますか。一旦戻る、OK、 じゃあ戻ります。はい、あかんやん。マジか。なるほど、なるほど。ちょっと思ったより、ま、透けると思ってる。透けるとは思わんかったっすわ。はい、のぞむさんに貼ってもらいました、扉です。もう帰るらしいんで。帰ります。一人で作業します。ありがとうございました。ありがとう、また来ます。他の人も手伝いに来ていいよ。来ていいですよ、お待ちしております。はい、よろしい。さよなら。バイバイ。よろしい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、作業またみんな手伝いに来てね。よろしい。お願いします。ありがとうございました。バイバイ。すごい声。はい、おぞむさん帰って一人になりました。今このパワーラック、ハーフラックかなのペンキを塗ってます。塗ってますね。落としてます。もともと黄色が黒に塗られてるのを中古で買ったので、元いた団体からです。下のスポーツ沖縄からです。で、買ったんで、これ黒に塗装されてるのをこれ塗料剥がし液、これを使って今落としています。じゃあこれを今からきれいにします。せーの、ドン。
ドン。はい、ちょっと落ちてないですけどね。まあ一発目はこんな感じっすわ。これを重ねて塗ることによってこの色に近づいていきます。今日は疲れたので帰ります。では、はい、作業終わりました。今日の成果、安いカーテンみたいなやつを買いました。山の葉さんに柱を塗ってもらいました。上の黒い部分塗りました。こっちの全体の下の縁、ちょっとあれですけど、鏡の下とかも塗りました。で、こっちもさっきのカーテンと一緒で、ちょっと節約でカーテン的な安い布的なやつをやってます。で、これのぞむさんに貼ってもらいました。シャレオツー。で、まだ途中なんですが、パワーラック、ハーフラックの、汚れを落としました。はぁ、そろそろ筋トレしたいっすね。はい、帰ります。今日も一日お疲れ様でした。ドン。はい、帰ってきました。ご飯食べて寝ます。明日7時半からバイト、6時半には家を出ます。さようなら、グッバイ。残ってた。